皆さんこんにちは、柳井美乃です。暑いからアイスが食べたい何その雑な企画発表私がやりたいって言った企画なんですけれども、はい、アイスが食べたいとまあね、もう暑い暑い7月某日ですが、はい、ちょっと暑いですね。最近また暑くなってきたんで、雨とかも上がってね。だからアイスが食べたいということで、今日はサーティワンのお気に入りアイス3選ですか？はい、サーティワンのお気に入りアイスランキング3 ベスト3か。めっちゃ下手、タイトルコールめっちゃ下手、ということで早速はい、選んでいきたいと思います。選んでいきたいと思います。思います。夢なの夢、ちょっとベスト3って言ってるけど決まってないんだよな。見て決めようかな。ありがとうございます。もう一つは入ってるんですよ。もう一つはもう決まってて、あれはやっぱ味でってことですよね。味ですね、味ですね。もうそれは味です。まあこれが一つでしょう。わあ、ストロベリーチーズケーキとかラブポーションとか、あ、チョコミントもいいよね。サーティワンに来てまでバニラを頼むのかっていう意見もあったりするしね。普段食べるんですか、結構サーティワンは。いや、あんま食べないです。食べたいなと思いつついつも通り過ぎてしまう。まあでも結構いろんなね、関東とかでも結構、まあ東京やとたくさんありますもんね。ですね、結構ある、確かに。でもウーバーにもあるんだと思いました。じゃあ冷凍のままね、冷凍のままっていうかね、冷凍で持ってきてくれるんじゃないですか。すげー、あと1個が決まんない。もう2個は決まってるんだけど。でまあ、サーティワンなんですけど、はい、ちょっとネットの記事なんでわかんないんですけど、はい、サーティワンって、まあ、31、はい、だと思うんですけど、はい、実は32種類から選べるそうです。え、なんで31じゃないんだ、そこは。ちょっと多分1個味がやっぱ削れなかったんでしょうね。あ、なるほどね。まあ、その32種類の中で柳井さんが、まあ、何を選ぶかという話です。お、気分にもよって、ね、変わるかもしれないけど。そうですね、気分によって変わります。はい、決まりました。はい、じゃあ注文していいですか。じゃあもらいますね。はい、でも1位、2位、3位を決めなきゃいけないから、まあ1位はあれだとして、うんうんうん、2位、3位か。うわ、確かにな。届いてます、溶けます、早くください、カメラ回ってます回ってんのかい。届きました。ふぅ、溶けるから早く食べよう。やば、いつぶりだろう、めっちゃ久しぶり。さあ、ベスト3ということで。はい、ベスト3でございます。ウーバーとやっぱ店舗で買うのってメニューあれなんかな、違かったりするのか。いや、そんなことないと思いますけど。少ない気がしたんだ。あ、そうなんですね。うん、あれ、はい、あれ、はい、なんか増えてない。あ、すみません、番外編デンマも食べたいの1個頼みました。なにそれ。はい、すみません。いや、頼んだんか。ちょっとやっぱそのね、ちょっとやっぱ柳井さんだけ食べるのもちょっとね、あれじゃない柳井さんだけ食べるのもちょっと酷かなと思って。これはデンマさん的1位ですか。まあ1位という、そうっすね、まあ男性は、はい、男性はそんなにあれですが。なるほどね。はい、ちゃっかりデンマさんが頼んだアイス、クッキークリームクッキー&クリームでした。はい、どうぞ。はい、これがね、やっぱ一番ちょっとベタというか、なんか男の人好きじゃない、クッキー&クリームって。そんなことない、なんかそんな気がするんだけど。これです。男性、なんか分かったってそうそうそう、分かったって。あ、そう、男性の方好きなの多い気がする。ありがとうございます。ということで、私が31の中で好きな、食べてる、もう食べてる食べてる人いる、ずる、うまっ、うまじゃないよ、バカうま、撮ってんですけど今あー、すみません、すみません、撮ってんですけど。はい、お願いします。はい、
じゃあ第3位からはいしたいと思います。お願いします。第3位はいパカキャラメルリボンです。そう、なんかキャラメル系やっぱ美味しいよねみたいな感じでぶっちゃけ悩んだんですけど、いろんなのあったからキャラメルリボンにしました。めっちゃ美味しそう。ちょっと食べていいですか。どうぞ。いただきます。うまか。うん、うめー。久しぶりに甘いの食べたわ。うめー。実際甘いんですか。甘いです。へー。キャラメルとバニラって感じ。第2位の発表です。うまっ。ルルルルル。いや食べてる。あ、ごめんなさい。待っていいっすから。心の中で言ってください。第2位はでん、ストロベリーチーズケーキ。結構好き。チーズケーキが大好きで、私ストロベリーとの組み合わせがめちゃめちゃ美味しかった記憶がある。チーズケーキが確か入ってんだよね。四角く切ってあるミニチーズケーキが入ってて美味しいんですよね。甘酸っぱ系チーズケーキですね。あ、違うわ。甘酸っぱいのはイチゴだわ。チーズケーキはチーズって感じ。何を言ってますか。イチゴが酸っぱめで美味しい。うん。ということで第1位の発表です。お、もうこれはね昔から好きです。へえ。でででででででいちゃぺーん。ホッピングシャワーです。ー意外とホッピングシャワー。そう、これずっと好きなんですよね。あっち、食べてて楽しいし、うわ、めっちゃ久しぶりに見た。舌の上でバチバチなるやつね。バチバチなるやつ美味しいよね。これずっとちっちゃい時から好きな気がする。こういう系のお菓子もよく食べてましたからね、私。うん、パチパチ言ってる。聞こえる？あ、聞こえるかも。どうやろう。ちょっと待って。待って、ちょっとプチプチのところ高め。うん、めっちゃ言ってるよ。めっちゃ聞こえてる。聞こえてる。うん、はい、これが1位ということでした。改めてサーティワンどうでしたか。いや、久しぶりに食べました。めっちゃ美味しい。サーティワンってみんな好きだよね。やっぱちっちゃい子から大人の子方まで、大人の子まで。ね、なんかケーキとかもありますもんね。サーティワンのアイスケーキみたいなやつ、あれ食べてみたいんだよね。ということで以上、私のサーティワンお気に入りベスト3でした。皆さん的なベスト3とか、一番好きなのはこれとかあったら教えてください。私食べたことないやつだったらちょっと挑戦してみたいなと思って。なんかオレンジソルベとかちょっと気になってんだよね。どうなんだろうなって。へー。あ、季節限定的なやつですか。え、違います違います。もうめっちゃ王道メニュー。ああ、はいはいはい。なんかそう、フルーツとか果物好きと言ってた割に。そうなんですよ。やっぱこういうね、なんかあんま普段ない系を食べたくなっちゃうんで、はい、ちょっとまたご褒美の時に食べたいと思います。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。